2010年11月22日ルーワングでワハイのちくもの月曜日、今日もきっと東京のどこかで先生のことをお母さんと呼んでしまってからかわれている小学2年生がいるだろう。クアラルンプールのチョーキットマーケットは今日もざわざわにぎわってるだろう。ロンドンのビクトララインは正常かな。あんなパリの地下鉄の中でもたくましく綺麗な心を持つ人はたくさんいるだろう。朝の総武線で隣の人の肩に寄りかかって寝てるのは誰だ。ジャカルタの交通渋滞の中でトイレを我慢してる人、この瞬間に何人いるだろう。メキシコシティのソカラのでっかい旗の影の下で待ち合わせした人、今何分待たされてるんだろう。ロンドンの公衆電話に貼ってあるレトロでエッチなイラストの電話番号にかける人はまだまだたくさんいるのかな。アマゾンのオフィスで未だに発見されていない先住民の人たちの今晩のメニューは何だろう。向かいのアリホイジさんの仕事場はみんなのたまり場。村中の何年も何年も乗り続けてる自転車を毎日毎日直してる。そこら辺裸足で歩いたり、インターネットでメールチェックするのにわざわざ隣の村に行くのにも慣れてきた。帰りに友達のバイクの後ろに乗った時の深夜の涼しく湿った空気の感触の中で俺は世界の息を感じた。